一不流、スマップ解散騒動ほどではないが、芸人、加納秀隆の、5また交際疑惑、も世間の関心を大いに集めたと言える。特に加納の、本命彼女、として表舞台に登場したモデル、加藤紗里は、その風貌や歯に気抜きせぬ言動で一瞬時の人となった。が、加藤の、特需、も早々と終了らしい。自身のブログのコメント数も目に見えて低下しているようだ。実際、加納との関係性に注目が集まっただけで、彼女自身への興味はほとんどなかったということだろう。記者が語るには、彼女のレベルまで行くと、お決まりの、炎上商法、も不発になるのかもしれないということだ。加藤の言動や噂は、もはや冗談にならないレベルのものばかりでした。交際時期やプレゼントのやり取り、歌手の川本誠を、ストーカー、と呼ぶなど、そのほとんどが、嘘、だと加納が暴露していますし、ホステス時代に金銭を盗んだとか、最近では年齢詐称疑惑、本人否定、までネットで出されています。炎上を狙った作詞ではなく、完全な悪人という認識を世間は持っているのではないでしょうか。上沼恵美子も、性悪やな、と断罪していましたしね。芸能記者、地元である広島県のネットユーザーからも、広島の恥、とバッシングされている加藤。14日放送の、サンデー、ジャポン、TBS系に生出演した際は、なぜか普通の人を演じるような振る舞いを見せ、視聴者を落胆させていた。自身のキャラも定まっていないということか。実際、AV デビューの話題作り、という情報もある。大手アダルト動画販売サイトを見ると、アブ女優、カテゴリーの中に加藤の動画を確認することができる。真相は果たして、肝は据わっているタイプですし、AV デビューの可能性は十分にあるでしょう。デビューに向けて動いているなんて話も耳にしました。加藤は、バックに大物がいる、と加納を脅していたという話もあり、それ自体は、嘘、と断定されていましたが、きな臭い関係はもしかしたらあるのかもしれません。同じく、露出や注目度が下がっても、単純な、売り込み失敗、でない可能性もあるということか。